ういも名古屋弁である可能性結構あるような気がするけどな。どうなんだろう。安心しな、死神さん。落王死刑正門に向かってる。そこでピックアップだ。やってやる。やってやる。で、焼夷弾。焼夷弾の数はマジで多いからな。これハンクよりも武装充実してるよな。ハンクよりもよほど武装が充実してる。あ、ウイロって名古屋以外にも名物のとこあるんですか。名古屋弁正直ね、なんかダギャーとかそういうのしか浮かばないんだけど。火がついてると犬もなんかビビってくれるっていうか、警戒してくれてなんかのけぞってくれますね。ニコちゃん大王。ここもこうやれば走り抜けられるんだな。ダギャミ。結束ルッソ派なんだ、そういう方言があるんですか。というわけで幼虫を出しているので走り抜けの。東海ローカルの CM も東京で見れる。結構地域差というか地域ごとの特色がありますよね。というわけでここまでノーダメかな。割といい感じで来てはいる。で、火炎放射器使う場面がないし、安全に進みたい場所は火炎放射器使ってった方がいいね。よく考えたらあれだな、タイラントぶっ殺した方がいいんだな、最初の遭遇したところで。最初の遭遇したところでタイラントぶっ殺すべきですね。そうしないと追いつかれちゃうもんな、相手殺しながら進んでると。ビクンビクンしてる。燃えてるからダメージが入る前に勝手に倒れる。倒れ込んできた。よく火炎放射食らったとは。すごい熱持ってそうではありますね、確かに。まあ、ここは安全策っていうことで燃やしてってますけども、ウイローが楽なんだ。これはこんにゃくですよね。ウイロー何持ってんだろう。あれ、もうゾンビいないのか。火属性の乗算、なるほど。間にある休み時間を放火っていうんだ。普通はね、全部終わった後ですよね、放火っていうことしたらね。そこら辺もなんか特色なのかな。これで死んだか。まあ、微妙になんかキャラ差あるかもしれないですけどね。ウイローの方が硬いとかっていうのはあっても不思議じゃないと思いますけど、どうなんだろう。放課後
でも放火っていうのは課題から放つ、課題が終わるってことだから、合間合間っていうよりは、まあ、その放火っていうのは授業が終わった後ぐらいの、授業から放たれた後みたいな感覚だけど。ほんま、きついって。いい感じだぞ。そう、神奈川はね、中学で給食出ないんでね、中学って給食出ないものって僕思ってたんですけど、放課後クライマックス。いや、新キャラも強いんですよ、あのゲーム。で、ここのタイラントは交代しながら火炎放射器で燃やすってことをしたいんだけど、どうなんだろう。火炎放射器をタイラントに使ったことがないんだけどな。机を吊る、吊ってしまう。これダメージどれぐらい入ってんだろうな。あ、でも意外と入ってる。重さ3で、え、またなんかあんの。思ったよりダメージ入ったな。え、全然効いてなくないみたいな雰囲気あったけど、ちゃんと殺せたわ。来ちゃったよ。まあ、タイランド殺しといてよかった。何してるんだハンク、遅いじゃないか。ウエツカンパニーとかさっき公開してた。また新しいの来たか。気をつけろ。上の奴らがラクーンシティへの滅菌作戦を命じた。早く脱出しないと。あんたも。またなんかをスキップしてエンディングに近づく系のやつなんですかね。中学の時弁当は家の弁当ですね。高校も家の弁当なんで、親には随分と迷惑をかけたというか。え、こいつそっちから来んの。っていう感じなんだけど、これ何これ。タイラントこっちから来ることあるんだ。究極のなんとか作成。まあまだ体力ファインのままだからいいか。追いつかれなければいいんだけどね。あ、でもファインのまんまだけどちょっと欠けてるね、こんにゃくが。あー、入力ミスったわ。そしてシルザン使っていってしまう。あそこでこのゾンビを起こしちゃったから、さっき後ろから食らったのかな。え、これどっから来たのこれ。そしてこの部屋にいんのかこれ。あの待合室の中にいたのか。
大量にパーティー離脱してて顔面潰れてんの。しかもこんにゃくが燃えてる。タイなんてやっぱり追いついてきてんな。ハンク、時間がない。もうアカーン置いていくわけがない。待合室にいたわけじゃなくて入ってきたのかね。というわけで、まあまた最後の方まで来ましたけども、破片シュレーダーは3つあるよね。3つあるからなんとかなるでしょう。わかんねえけど。自分は自分がどっち向いてるのか全く分からん。もうカウンターアイテムがない。もしかして後ろからタイちゃん来てる？これ。まあでもなんかやり過ごした。ああ、ここまで来るんだ。タイちゃんとここまで来るんだ。絶対信じてなかったはずだ。はい、とりあえずクリアできてよかったですけども、ハーブでかけたこんにゃく、まあ、スプレーかけてね、あのこんにゃくがテカテカになってちゃんと形が戻るのもやばいですしね。はあ、しんど。なるほど、死神と呼ばれるわけだ。マジか。確かにちょっと外国人味があるな。正門に向かってる。そこでピックアップだ。よし、頑張るぞ。4時か。そろそろ終わりにしたいな。これクリアして終わりにしたいんだけど、クリアできるかな。ほんま気づいて。2時間もやらないよ。本当回復がないせいで、ああいうとこの犬でちょっと事故るだけで大変なことになるし、むしろちゃんと殺していけっていうことなのかもしれないな。シバクソ。手榴弾使いまくりの方がいいのかもしれない。先週思い出すと、それはまあまだまだですけどね。まだ名探偵やってない。何やねん、ほんまきついやねん。豆腐シリーズ全部クリアしても多分何もないんじゃないかな。あんのかな。これ以上隠し要素なそうだから、なんかフィギュアだかなんだか分かんないけど、そういう実績みたいなやつだけだと思いますけどね。新しいステージがどうこうっていうのはなさそうな気がするけど。
死体が出たからエヴァやるの達成感が得られる。確かに。まあでもハードコア S プラスよりは難しくないような気がしますけどね。これそれよりは高いハードル求められてるわけじゃないように感じるけど、まあ全 S プラスも達成感のみでしたからね。まあ S プラス取りましたけど、高ければ高い壁の方が登った時気持ちいいもんなってね言ってますけどね、桜井さんもね。一回入ってみんなに起きてもらって、あー向こうに行かない。芝生ゾーン、みんな折り重なって、まだいっぱいいる。コナンの映画は空手マンがすごいらしいらしいですね。コナンもいろんなの出てきますね。達成感得るためにキャラバンを、もうあれはいいよ、やだよ。しばくぞ。リッカーしばくぞ。あ、すげえ吹っ飛んだ。まだ死んでない。死んでねえのかよ。しばくぞ。あー、これでデンジャーになるか。これまたダメだろうな。ケーフにいても通用するレベルの化け物そんなすごいんだ。やっぱデンジャーになると移動遅いわ。移動遅くて本来は食らわなさそうなところも食らいそうだもんな。本は気づいてる。ワンダーキャラバン、運命感じる現場からは以上。いや、もう足を洗ったんで、はい。ワンワン来た。4人くらいから同時に BB 弾撃たれても全部掴めるんだ。掴むんだ。掴むのやべえな。毎回毎回祈ってましたからね。なんかすごいわっとっとっとみたいな感じでタイランとこっち寄ってくるの少し可愛いですね。これもう俺もう一発も食らえないじゃん。これギリギリチョップ、なんかここのゾンビの出方もランダムだよな。ギリギリチョップとなんかどうだろうな、一番良かったのは謎じゃない。謎、謎が一番良かった気がするな。運命のルーレット回すのもいいんですけどね、あれも結構いいんですけど。バラバラやるやつあったな。あれ何だったんだろうね。そう、あのタイトル的にも謎が一番コナンらしさある気がする。
あのパラパラのやつマジで意味わかんなかったな。しばくぞー、なんでお前生きてんだよ。そう、コナンめっちゃ孫でパラパラしてましたよね。相打ちリナじゃなかったっけ。とりあえずここはもう普通に掴まれて走り抜ける感じで、もうちょっと体力あればな、なんかいけそうな感じするんだけど、体力がないわ。ステップバイステップちょっとわかんないな。この奥のゾンビがどっから来てんのかだよな。後ろから絡まれっからな。あ、みんないなくなってる。よかったよかった。振り付きでナイトオブファイヤーあったな、そんなの。一般客にサービスするっていう。しばくぞ。浦木麻衣さんって今どんな感じなんだっけ。なんだっけ、渡月橋だっけ。あの歌は iTunes ストアでなんとなく買ったな。曲いいなと思ったのに、歌詞に英語が混ざっててすごい興ざめした記憶がある。時間がない。もうあかん。置いていくわけにはいかない。しばくぞ。ボアさん今何やってんだろうね。というわけでカウンターアイテムもいっぱいあるけど、後ろから掴まれたら終わりっていうすごく難しい状態だな。オープニングエンディングともになんだ。しばきまくりだぜ。なんかしばきキャンセルがいっぱい多発してる気がするんだけど。なんとかなったか。なんとかなったっぽいな。野犬が繁殖しちゃって危険なんだ。というわけでなんとかなった。非常に危なかった。ああ、しんど。みんなしんどって言ってんね。死神に会いたくなった。まあ、シーゲットマイハートも良かったですね。ちょっと曲知ってるだけなんで抜けてるの結構多いんですけど。しかもゾンビに切られそうになってんじゃんこれ。